Hello everyone. I am the director of... I am the director of the京都へよ。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 
Please applause again. Thank you very much. Hello everyone. I will change language. So, 僕は、オリジナルテンポという、この今見ていただいたパフォーマンスグループの演出家のウォーリー木下と言います。よろしくお願いします。今見ていただいたように僕たちの作品は観客の皆さんと一緒に作品を作ります。たまにはその舞台上上がってもらったりとか観客全員と一緒に音楽を奏でたりとかそういうことをしています。で、一番初めに僕たちがその上演する前に開演前に必ずすることがあってこういうめくりを出してきて、携帯電話を切らないでくださいとか、あとはフラッシュ撮影をしてくださいとかあとこういうことを出してあと友達と上演中おしゃべりしてくださいとかそういう作品を作ってます。たまにすごいテンション上がった子供が本当に舞台上勝手に上がってきてえらい困る時があるんですけどもでもそれも許しているのもオリジナルテンポです。で、なんでこういう作品を作ろうと思ったかっていうとそのやっぱり、僕が客席にいる時にその、まあ、今まさにそうですけど皆さん、まあ、基本的にはじっとしてるじゃないですか。なんかある時なんでじっとしとかなきゃいけないんだろうなって思った時があったんですね。で、あ、ちなみにちょっとオリジナルテンポのこういう作品なんですけどもその観客とステージ客席とステージの間には実は大きな壁がありましてそれを取り払いたいとある時思って始めたのがこういうパフォーマンスです。簡単に言うと鑑賞をしてもらうのではなく体験をしてもらうというそういう公演を作りたいと思ってオリジナルテンポを始めました。で、僕はオリジナルテンポ以外にもいくつかいろんな作品を作ってまして最近積極的にやってるのが公共空間パブリックスペースを使ったパフォーマンス作品です。これは昨年に三宮のフラワーロードでパフォーマンスを作りました。で、京阪電車の中でもやったことありますし、つい先日は多摩っていう東京にある、ニュータウンなんですけどもそこを街を劇場にしようというコンセプトでフェスティバルをしました。こういう大階段とか池とか大きな通りがたくさんあるニュータウンなんですけどもそこに新しいお祭りをということで、一つ一つのその場所変わった場所を、ステージにしていろんなパフォーマーの方に出ていただきました。で、それをやって僕が思ったのは街の人たちがやっぱり普段歩いてるその普通の景色が突然パフォーマーが現れてなんか踊ったり歌を歌ったり、なんだったらお客さんをなんか一緒に引きずり込まれたりとかするそういう体験をした時に今までの日常がの風景が変化するんですね。で、それこそが多分演劇とかアートとかができる大きな力の一つじゃないかなと僕は信じています。僕はずっとこの作品も通してだしフェスティバルとか他の作品でも通して鑑賞から体験という作品を作りたいと思ってます。観客は決して受け身ではなくて能動的なものだと僕は信じててその能動的に何かに関わった時には必ず心に何かが残って帰ってもらえると思ってます。先ほど名前をいただいた方とか歌を歌っていただいた方とかもあの時おそらく、頭の中ではうわ嫌やなとかこうおもろいこと言わなあかんのかなとかいろいろ考えたと思うんですけどもその瞬間皆さんは
役者でありパフォーマーでになったなって僕は思っています。400年以上前に有名な劇作家が、自分の劇の中で言ってるセリフが僕は大好きで、それと同じことです。この世は舞台、人は皆役者、これを信じて作品を作っています。本日はどうもありがとうございました。